はい、お待たせいたしました。対局の準備ができたようです。第5期麻雀グランプリマックスベスト8予選 A 卓4回戦投牌の開始となります。さあ4回戦ですが、4回戦はちいちゃから伊藤、清原、藤崎、瀬戸熊の並び、トンの1局、ドラは3層です。さあ柴田さん、残すところあと2戦となり、はい、今伊藤が意地を見せて、そうですね、プラス13ポイントの 2着に入り込む、はい、まあ、瀬戸熊が若干抜けてますかね、プラス 34.8、はい、続いて清原がプラス 12.0、 藤崎プラマイナス 23.0、 伊藤マイナス 23.8 となっております。まだ瀬戸熊も安心できるポイント差ではないですよ ね、 すね、ここを吹けばかなり、はい、見えてくると思うんですけどね。まあ、瀬戸熊としてはここを浮いて、決勝進出に一歩近づきたい、はい、そして3社としては、もちろん決勝に向けてここは浮いて終わりたいという大事な4回戦となりそうです。2番手清原さんが今回マークされるんじゃないですか。ああ、なるほど、まあ、伊藤藤崎ともに十分なゲーム巧者ですから、まあ、ちょっとマークされると厳しい。もう並びはそうですよね、これでもう意識しな、かなり意識するはずですから、はい。まあ、清原としてはどうですかね、やっぱりこうあんまり逃げようとかそういう気持ちを持たずにまだ戦う意識というか気持ちを持って臨んだ方が、まあ、もちろんそうですよね。さっき顔パンパンって叩いてました清原さん。あ、本当ですか、はい、気合を入れ直してると、はいはい、なんか声はかけられなかったんですけどね、かけない方がいいなと思ったんですけど、はい、しっかりしろと、俺しっかりしろってなんかね、いやいいですね、そういうのなんか、はい、さあそしてこのトンの一局はまず先生のテンパイ瀬戸熊ペンチーソの一通ドライチ、父さんもロピン、スーピン、はい、ここはスーピンを切って単品系のイーシャンテンチーソー、チーソー当たり、これドラが3層だけに積もぎる可能性もあるが、トン、あ、清原さんはチューン切ってシフトチェンジ結構あるじゃないですか。なるほど、ピンフ系に手を戻すってことですね、ソードの伸びを期待しているといったところでしょうか。そうですね、手を切ってるんですよね、どうなのかな。そうですね、これチューン野球マン引いてしまうとちょっと危ないですよ ね、 すね、チューンポンもありますからね、はい、チューンポンは今までのスタイルじゃないような気もするけど、あ、なるほど、でもね、三蔵引いても振り点だし、はい、でも小さに伊藤さんも、あっと、これはこれは振り点にするんじゃないでしょうか。チューンか、おお、チューンを残して、あ、イースピンがあれですよ、イーピンがないと、はい、イーピンなかったんで、これ小さ助かりましたね、はい、よく残した清原、さあ伊藤が仕掛けてるアウピン、戦略、なるほど、清原天杯チュンと9万のシャンポン待ち、振り点引き戻した、アリハンピン、闇点、ここは伊藤の1500点、いや面白い、いや、いろいろ面白いまずこのチー点を素直に入れられるかどうか、あ、伊藤の立場からしたってことですね、まあ、清原さんもチュンの5-2をリーチ打つか打たないか、はい、打っちゃいますよね、打っちゃいますよね、はい、まあ、リャンピンゲームズだから、だからといってリャンピン上がりなんだろうと、はい、さあここは伊藤の上がりとなりました。トンの一匹一本場ドラはペイとなります。みんな焦らないですよね。そうですね、です、清原も今のを見るとまだこう、まあ、余裕って言ったらあれですけど、十分にこう場を見えてるというか、まあ、いわゆるその清原の一番の持ち味である懐の深さやどっしりとした感じはまだ大丈夫そうですね。まだここじゃないと思ってるでしょうね。ああ、なるほど、本当の勝負は。そういった意味では清原さんは本当にすごい、すごいですよね、本当にすごい。軽い打ち手だったらあれリーチですもんね、絶対ね、はい、
まあ、僕もリーチですけどね全然おかしくないですもんね、あれリーチ5に上がれば、ね、かなり楽ですからね、詰まれば漫画なし単葉が掴むかもとかね、はい、プラス思考ゆうこさんは止まんないだろうとゆうこさんの注目でしょうって思うし、本当すごい。斉藤は三品があんこになります。ドラのペイが1枚浮いている、ヤンソギリさあ瀬戸くま、これで単野を単品、うん、イーペイコー含みのイーシャンテン、うん、G マンを引けば理想的。さっき瀬戸くまさんペンチーソーあれでしたもんね、いつですね、うん、まだなのかと。おっとこれは好感触だ、先生リーチ、カンチーマン引きれてチーソー待ち、残り3枚でしょうか。これよくわかんないですけど3枚っていいのか悪いのか、でも僕あんまりそういう感覚ないんですよね、残り3枚がいい待ちなのかどうなのかと、うん、いいの結構言いますよね、3あればいいとか、はい、いかがですか。いや僕こういう打ってる感覚でしかないんで何枚とか考えたことないんですよ、うん、今こう映像になって残り何枚が強いとかいう話がよく出るじゃないですか、ええええ、うん、5枚ぐらいのものだといつも思ってますからね、下地線で両面だと5枚ですけど、3、あ、そうか、両面だったら8枚あるから半分4枚ぐらいあるかなとか思いますけどね、うん、実はそんなにないんですよね、いつもみんなの枚数が ね、それぐらいなんだなって。はい、さあ今回の麻雀グランプリマックスベスト8予選 A 卓5回戦での戦いとなっております。ルールは日本プロ麻雀連盟の A ルール、一発裏ドラのないルールとなっております。藤崎2万があんこになって、うんうん、裏のペイが浮いている、ウーピンドーピン違うか、瀬戸熊の先制リーチです。チーピンが先、チーピンが先切りじゃないことを祈って、あースーピンのワンチャンスを使ってのウーピンドーピン、はい、これ悩まされるぐらい劣勢ってことですよね。そうですね、藤崎はちょっと牌の巡りが悪いです、うん、清原も形は整っているんですが、ドラのペイが浮いている。あ、ペイ重なった、うん、いいシャンテン。でも4万がね、どうなるのか、つもり3個になると、つもり3個になるのか、うん、ペイが3個になることはありません。スーピン、これは感しますね、はい、うん、藤崎スーピンの暗冠、ミーシャンからはパーピン、おっとこれは入った方チーマンです。テンパイが嬉しいのか安全パイが嬉しいのか分かんないですよね、ドラドラだし、どっちが嬉しいのかな。これテンパイしたらいずれにしてもどっちかを切る選択に迫られますよね。数装備系あんまり嬉しい、何が嬉しいんだろう何相撲が嬉しいのかも全然わかんないです。数装引けば選択またできるし、はい、うん、つもり3個かあっと引いた、あーリーチ行くサブローマン、うわサブローマンはこれどうだ、場には切れてない、残り1枚ずつ、スッチー相撲の2枚ですね。あ、6万ないですね、3万が残り1枚、1枚スッチーソーも、うん、そうですか、スッチーソーも1枚になりましたね、1枚ずつ、1枚です。親の伊藤はこれはちょっと行ききれないでしょう、虎のペイが浮いている、
リャンマン切り。僕視聴者の意見だったら、はい、引き分けでいいかなと今回は。ああ痛み分けしましょうと。次勝負でと思っちゃいますよね。これで瀬戸熊の持つもは残ってないですね。これが敗手ですね、うん、何か切らないと。何を切るんだ。3ピンですね。はい、3ピンを持っています。3ピンで当たりってないですか。さあここは柴田プロのおっしゃった通り痛み分けで瀬戸熊藤崎の2人転敗。まだ見たくないですよね。まだ清原となります。トンの2曲日本馬3本、あ、2本馬ですね。これはリャンマンです。強打取り行くのか。はい、強打取り行くのか。2600点。強託取り行くと結構勝つ人が多いイメージが。ああそうなんですか。強託取り行く、まあ、1000点2000点の話ですけどね。さあ藤崎画面詰めが完成。正徳のもいい、伊藤も悪くない。ドラ統一親の清原は白が統一です。清原さん白泣くのかがちょっと、もう泣いてないんだよ。そうですね、1枚目に吹かしてますね。はい、瀬戸熊いいシャンテンですね。どっちなんですかこれ。白は次はさすがに泣くですよね、多分ね。ピンフの手刈りとかなさそうだし。瀬戸熊天、あ、いいシャンテンですね、ごめんなさい。こいつ藤崎ピンズが両面系になります。うん、さあ瀬戸熊天敗。ここはイースーマン待ち、三色の手がありもある。一万が直前に2枚。ああそうですね。そしてドラフ、ああまたしかし清原がいい馬をつかむ。これは大きな2000点。2000は2600。清原の体重となりました。ドラローピンです。瀬戸熊ドラアンコ、シャーもアンコ、両面ターツ、カンチャンターツ、ついに来たか。そうですね、もうこの4回戦で勝ち上がりを決めてしまうような勢いになってくるか。ウーピンじゃなくて、リャンゾーは本位置になる。なるほど、メンツになりやすいのはリャンゾーの方ですからね。3万か、リャンマン9ピンですよ。さあ、これに対抗できるのは伊藤も悪くない。藤崎は若干苦しいか。となるとこの瀬戸熊と伊藤か。伊藤いいシャンテン。伊藤さんのあれ1万と1ピンですよね。しかも1万高統一で1ピンですからね、はい、ああそうですね。なかなかシャンポン系のテンパになってしまう可能性が高いと、まあ、ウーマンが横に乗れば。さあどうだ。数ピンドラーローピンです、うん、パッと見統一が強そうな
形に見えるからなかなか横に伸ばすのか分かんないですよね。あ、引いたところで、瀬戸熊マンズでリャンメンターズが2つ、いい数枚引いたぞ。盤石のイーシャンテンです。伊藤はここで選択、ウーマンを切っていく。ドラガンコの瀬戸熊、超高級のイーシャンテン。ああ、ナイス。でも中ピンじゃない、最終形強くっていう感じ、ね、ピンの3連勝残すか。しかしここは手広さを取って中ピンつもぎり。ここもすぐ中ピン、こういうドランコでこんな盤石のイシャンテンだともうちょっとワクワクしちゃうんですけど、 あんま良くないですかね。いや、いいんじゃないですか。大丈夫ですかね。何引くのかな。なんかいいつも悪いつも考えちゃいますね。そうですね。いいつもって何かなと。これはいいつも何に当たりますか。三品数ピンとか。三品数ピン、うん。さあ三万だ。3万、まあこれもリーチ。これも、はい。さあ瀬戸熊ドランコの先制リーチ、リャンピン待ち。これ山七、はい、おそらく山七。うわーす、あ、表示牌に1枚ですね。山六、六ってことは多いってことですよね。多いと思いますね。八枚。あ、しかしここは伊藤が一番といいピン、はい、苦しいんだけど、シャンポンで追っかけ。あるとしたら出上がりですよね。あ、一発持った。競技麻雀、ごめんなさい、日本プロ麻雀連盟のエールに一発予約はありませんが、瀬戸熊一発で積み上げた2000、4000。ここで大きくリードしていきます。4万点超え、これで抜けちゃいましたもんね。はい、岩木清原さんがやっぱりターゲットになっていくと、伊藤さんだから親で連チャンするからさ、はい、ドラは何です。瀬戸熊がこの半チャンをトップで終わった場合はまあほぼ当確ランプと言っても過言ではないぐらいになってくると思うんですが、まだちょっと気が早いですかね。まあ瀬戸熊さんだからっていうのも込みで、はい、ホームともするかなとは思っちゃいますよね。まあ、本人はそこまで楽観視はしてないでしょうが、あ、もちろんそうですね、はい、打ってるプレイヤーの方はもう、ね、一打一打、はい、油断できないと分かってますから。瀬戸熊はリーチをして積もるのにあたってはリーチをかけてすぐ積もるか、はい、みんなが降りてすごい深い順目で積もるかのどっちがいいかがいいって言うんですよ。はいはいはい、そのすぐか遅くに積もるのかが相手にダメージを与えるって言ったんで、まあ、今のは一発で引いたんで、はい、さあ親方のそうですね、さらに畳みかける可能性はありますよね。藤崎さんが親かぶりでしょうね。はい、藤崎マンズが目立ってる手配。ここは白を切っていく。藤崎さんはどういうことを考えてるのかすごい気になりますよね。そうですね、熊逃がしとか熊逃がしてるかみたいな。うん、実際そういうふうに考えてるかもしれないですね。瀬戸熊は逃がしてあとは3人で一個と分け合おうと、ね、はい、一回こうこういうプレイヤーの思考を本当になってみたいですよね、はい、その人になって。そうですね、何考えてるのかなと本当に。柴田さんであれば藤崎さんの立場になったらどう考えますか、今現状。現状ですか、まあ、現状、はい、まあ瀬戸熊さんはあの戦わないですね。瀬戸熊さんとは、ああ瀬戸熊さんとも戦わない、はい、清原さん来たらあのこっちも勝負になったら
向かっていくスタイルですよね、はい、もうその勝負する場所をちゃんと見極めて、ね、いわゆる無駄な補充であったりとか、うん、無駄な失点はなるべくしないようにすると、そうですね、あの清原さんに対清原さんが本当に高いなと思ったらあの、はい、やめる手もあるんですけど、はい、まずそこの判断がつかなくて、なな自分の手が、ね、はい、良ければそこをぶつけていく可能性も十分にあると。で瀬戸熊さんに対しては、はい、ほぼ自分の手が見合あの損な勝負は損得で完全に割り切っちゃいますね。損だなと思ったらもう、はい、もうやめようと。そうですね、あの強い方は損得抜きの勝負あるじゃないですか、はい、やっぱり損得なしでもさっきの意地の張り合いみたいな、でももう瀬戸熊さんとはもう意地は張らないですよね。張る意味がないと、あの張っても多分ないですよね、張る意味がないっていう。さあ瀬戸熊その立場までもうわずかでしょう、ドラが統一なのはなんちゃの伊藤、各社徐々に手がまとまってきた、こちらドラと、あ、ドラがんこになった、スカン三品を嫌っていく、まあ、ポンテン取れるという形ですね、はい、おっと清原ここからもう受けるか、三品を手に留めてパースを切っていった、うん、瀬戸熊一歩前進、チーソーかパーマン、あ、このチーソー、まあ、ただ受けてますからそんな簡単には出ないですね、はい、あ、切らないつもりで、ああ、ただこの馬を藤崎が仕掛けます、ペン三層、うん、三層見えづらいというか、あ、天敗、チーソーとパーマンのシャンポン待ち、そうですね、何が効いてますもんね、これチーソー危なくないですか、藤崎の川にスーソー切れててパーソーが4枚見えてますね、イーソー切るのかな、さんのゲームするシャンポンまで、はい、考えればチーピン、パーマは場には切れてますね、パーマはもう残っておりません、あ、リャンパーソーですが振り点3層になってしまう可能性がある、あ、やっぱりこの3層は藤崎に当たり、ちょっともったいない、ローソンの方が切りやすかったような気もするし、パーソンの出方、はい、親番変わって伊藤となります、川代、清原、今のこいつまでいいピン切り、具体的に重い曲になるのかな、これは。そうですね、ちょっと目立っていい、選手はいません、白が邪魔してるし、はい、ドクロはこれトーンをどう動くかですよね、はい、関数ピンを引いた伊藤は流派はバニションパイ、ウーハー、ウーソーパープン、パーソー、清原はちょっと手が重たいかさあ藤崎何を重ねます、あ、瀬戸熊が何を切っていった、動けないですよね、白が一枚ポツンとある状態で何を動いて、あ、ごめんなさい、そうですね、あの藤崎さんの手ですか、はい、なん動きづらいですよね、そうですね、さ
斉藤、ここはパーピンを切ってイーシャンテンですね。トンのポンテは入れると思いますけどね。はい、トンのポンテを取るとさらに白は切りにくくなってきますよね。あと短期もありますからね。さあこれつもり3個なども見えてくるが、ユーハは切ります。トーンはもう場に1枚切れ。ただこの清原の手のトーンはなかなか出てこなそうだ。ああ清原も受けてますね。はい、トーンは出なそうです。藤崎は統一が4組親番の伊藤転敗できるか。どうするんですかね。トンのバックも考えるのか。もう終盤になったらそれも辞さないでしょう。そうですね。捨て牌が清原さんが風で酷使ってことはないだろうけどとか、なんかこれ伊藤チーマグも2枚ないんですよね。はい、ここでカンパーマンに受けを変えます。かなり苦しいですね、これは。瀬戸熊もちょっとツモが伸びてこない。カンチーマを嫌っていった場に3枚見え。瀬戸熊さんの8番開くのかな。どうでしょうか。泣きそうな感じもしますね。そうですね、ここでもう順目も深くなってきました。8番が見えてないから気持ち悪いなとか、そういうのかな。ああもうこれはちょっと受けに入ったか。そうですね、親方の三ピン切りに対してとなると8番閉まっちゃいましたね。本当ですね。中ほどに移動してますね、今。なんか、ポンとかそういうのがやっぱり。中に入って、あ、もうチーソー切ってきましたね。これはおそらく、最初、あ、引いた。これは、ここまでの傾向を見るとリーチをしそうな気がしますが、闇点。なかなか難しいですね、伊藤は。もう全員が対応してるのは若干わかってるってことですかね。藤崎は、まだ3番などを切っております。徳間さんは対応ですよね。はい、あ、やっぱ行きますね。きっちり下ろしておこうと。嘘はよく見えちゃいますもんね。あ、なるほど、待ちとしていいってことですね。伊藤の星、もうトーンはもう山には残っておりません。嘘は1枚ありますね。さあ藤崎は3層を切っていきます。ここはおそらく伊藤が嘘を引けるかどうかという勝負になりそうです。ここは伊藤の一人転敗での流局。伊藤の4番が続きます。何の1局1本場、これは9問です。こちら伊藤のハイパーへ、悪くはなさそうだ。ペイからー
藤作がフィールド1面を完成してます。結構いいような気がします。はい、瀬戸駒は相当のフィールドが見えます。糸いいですね。そうですね、単葉に。はい、まあ、清原もいい6番を引きました。フィールドのポイントとして5面がなんか重たいですよね、やっぱり清原は。6万つ伸びり、はい、おっと糸を伸びてきてる。いいシャンテン、すごろ回り。瀬戸駒ソーズだ。ここは2差しなども見えてきたぞ。ドーピン切り、藤崎3万が重なって何を切っていきます。ドラの9万、清原がいいシャンテンでしょうか。藤崎さんのもいいシャンテン。藤崎、あ、いいシャンテンじゃないですかね。全然、はい、全然9万が。さあ、イスソッパーソーのいいシャンテンは清原、これでいいシャンテンですね。ドラを切って1つ残した。戸川さんこれ泣かないんじゃないかな。泣かないですよね、瀬戸川さん。泣かなそうですよね。さあ伊藤、これ2差しのいいシャンテンにはなりますが、2万切るか。スーソー、スーソー切っていく。瀬戸駒小さを引き入れたぞ。泣くのかな。これは泣くかもしれませんね。白1枚は泣かないだろうな。1枚は泣かない、白の。はい、自分がいいと分かっている時に瀬戸駒さんは動かないですよね。はい、あんこになるからと。あんこになるからこのポンテはどうですか。これ5-2のポンテになりますね。あるじゃないですかね。はい、僕は取るんですけど、そこさんどうするんですかね。はい、伊藤が天敗ですね。換算層なんだろうね。これ藤崎が5つに手返りするとちょっと危ないか。あ、リーチいった。換算藤崎3万のあんこになるが、ここは何を切っていくのか。徳間さんは行くのかな。どうするのか。大事に行く手もあるし、この位置だから。天敗。山行った。ウッパーソ待ち。厳しいかこの8番は。さすがに。パーピン切りです。ここはいい総切り。パーソーはこれは清原に当たり、清原線は1300の上がりです。清原としても伊藤にそうたやすく上がられてたらやばいですからね。下三者は今どうする。はい、まあ、最終5回戦に向けてということですよね。清原さんの位置はやっぱり気になりますよね。はい、まあ、単純に言うと清原を減点割れさせたまま自分が減点復帰すると、そうですね。さあ藤崎は白があんこだ。浦和社瀬戸駒印象が貫通。缶嫌いなんですよね、僕。あれどうしたらいいのか。あれ缶じゃないですか。ね、はい。缶嫌いなんですね。缶嫌ですね。ああいう位置の嫌いのか。こうディフェンスが落ちるからってことですか。ディフェンス落ちるし、
闇天の場合役が絞られちゃうし、ああそうですね、逆にリーチ来るもんだなと思われてるのも嫌だしそろそろ来るだろうと思われてるのも嫌ですね。でリーチ、いやリーチなきゃ役がないんでしょって読まれちゃったら嫌じゃないですか。ああなるほど、軽く見られるのが好きじゃないと。これ一枚贅沢も愛想の貫通一枚外していった、貫得だよってみんな言うじゃないですか、ね、でもね、でも相手がミスしてくれるかもしれない、ちょっと意地悪な言い方だと、あーそうですね、イースーソーメンツ嫌いないとかね、例えば、はい、伊藤プロこれイースーソー嫌いないですよね、よくなんならいい町だと思いますもんね、瀬戸熊のとこにはイースーソーないだろうと、うん、攻めてる時は、はい、感謝もがちですけどね、こういう、うん、まだフラットの時はちょっと分かんないですよね、はい、どうしたらいいか。瀬戸熊も今トータルポイントと現状のポイントを見ればそこまで攻める場面でもないですからね。そうですね、ドラも、ね、シャアだし、はい、あのね、飲み手が別にあの噛んでイーハンアップぐらいの、はい、なんてもそんなに、ね、まあそうですね、ちゃんたけに寄せてきましたね瀬戸熊。あこれでもイースーソー嫌いそう、チートイなども見える、チートイ見るでしょうね、ちょっと見ない、と見ない、メンツテいった、これがイーソー関してなかったゆえの、まあ、間違いになるってことですね。イーソー関してあれば絶対に、絶対にしたらおかしいですかね、チートイ残しますね、はい、まず大事に3人切る手もあるし、そうですね、はい、さあ清原はチートイツイーシャンテンです、白を切っていく、藤崎もイーシャンテン、これでどうするか、清原さんの親、ドラガシャ確実に清原さんを落とすためのシャンにするか、さあ考える、イーマンのドイツ落とし、いやイーマンまだ余裕あるってことですかねまあちっちゃいんですよね多分ねなんかシャンテンはキープしたいそうですけどね、大好きですからねイーシャンテンさあこれでまたイーシャンテンに復活です、さっきのイーソーキーとかもね、僕の相手が間違いないかなとか小さいとか相手間違いないかなとかよからぬこと、まあよからぬことしたらですけど、瀬戸熊もちょっと手が進まないか、うん、はい、シャーがドラマシャーでちょっと苦しんでいるか、重なればチャンスって、あ清原先輩トン短期でリーチに行った、いやこれシャー打てない、シャー打つでもあるけどシャー打てないよな、チーピンを行ったんだ、すごいですね、あ行ってますね、ピンシャーじゃなこれ、まあシャーが重なったらそれはその時は勝負手だと、そうですね、うわこれ伊藤トーン危ないか、両面だったらチーピン怖いな、トーン、うわ危ないかもしれない、4抜けても6ってかもありますね、あそうですね、うわここは清原4800の出上がり、うん、そうですね、清原さんこれすごい大きいと思いますよ、そうですね、はい、原点復帰です清原、大きな上がり、逆に伊藤はこれ苦しくなりますね、あと藤崎さん、はい、まあ、藤崎はまあ親がまだ残ってますので、藤崎さん今なんか勝負をつけようとかそういうね、やめるのは簡単だったんですけど、すぐチーピンでしたもんね。そうですね。何か思惑あったんですかね。はい。まあ、その先ほど柴田さんもおっしゃってた、自分のターゲット、ライバルになる人間がリーチに来て、はい、自分がそれに見合う手、はい、まあ、シャアが重なればそれに見合う手と判断したから押したっていうことなんですよね。直撃のチャンスで。そうですね、こういう時に藤崎さんが何考えてるの、もう僕はこれね、どう考えてるか本当に知りたいですよね、うん、はい、こちら藤崎
8万を切っていく。単用でドラを打つかどうかですよね。2万っていう手もあるか。2万か、今2万を切る。単品系かドラ統一かといったところでしょうか。評価する。おっと、瀬戸熊がいいピンを仕掛けて、いいシャンテン、チュンがあんこですね。おは、すごい。清原。サブロッケマン9で1つですね。はい。3品ガジャントですね。面品高め1つ。天敗。ここは行くか、行った。サブロー層。清原の9万は山に、高めの9万は山に2枚行き。ここは休めながら、1300は1400オール。大きいですね。これはかなり勢い、はい、3万点以上の拠点を、確保する可能性が若干高くなってきましたね。トータルポイント2着目の清原、今現在もして35,200点。あ、打って終わりたいですよね。そうですね。そうしないと40ぐらい開いちゃうんで。はい。こちらが清原、白統一、シャー統一、いいシャンテンでしょうか。そして藤崎も悪くない。瀬戸も良かったですよね。ちゃんとなどが見えてしまうだけに若干遅くなるか。小さく開いていく。伊藤もいいぞ。はい、瀬戸熊チューンを仕掛けてイーシャンテンです。これで伊藤もイーシャンテン、ドラドラですね。3品かな。はい、3品を切っていく伊藤、ここで勝負できました。瀬戸熊手広くなった。どうする。考えます。チーピン切ってきました。ウーマンウーピンがんこになった時はまあドラが1枚出てしまう可能性もありますが、まあ打点的にはそんなに安くはないので、瀬戸熊が仕掛けてイースーソーの天敗。秋原ちょっと危ないか、これシャンを取ってとし、うわー、藤崎のイーソーが危ない。伊藤テンパれるか。ドラ統一の勝負手。テンパイ。イーソーと白のシャンポン待ち。イーソーは瀬戸熊さんも当たり。はい。ただこちらの伊藤も十分な手。いや、行く。藤崎さんはこの場面何度も見ましたね。そうですね、苦しい。これ言いそうは、ただこれはロンのはずが瀬戸熊の頭跳ね。いやー、清原がっくり。上がりは瀬戸熊。伊藤も勝負手だったんですが、ここ上がったのは瀬戸熊でした、うん、これはこれ良かったか悪かったか全然分からないですもんね。そうですね、うん、ここまで本当に苦しい。
藤崎は2回戦以降苦しいですね。かなり苦しいですね、はい、よくこのポイントでなんていうか踏みとどまってるというか、最終戦に向けこの親はなんとか頑張りたい。伊藤朗先行、これは3走です。清原がその3走を統一。ていく。ここはもう目いっぱい白切ってきました。清原いいチーピン引いたぞ。ウーピン切り。こちらは藤崎、シャーツも入り、イーシャンテンですね。さあ伊藤、ここで選択です。ここはタイヤを確定しに来ました。藤崎、これはテンパイですが取らず、ピンフや1、2、3、2差しの3色になれば理想的。これで 1,2,3 の目が出てきた。あ、いいピン振り手なんですよね。場に3枚ゲーですね。まあただいいペイコン目とかも十分残ってますし、ね、あ、ここで伊藤が換算層、ドラの換算層を引き入れて3万と馬のシャンポン待ちでリーチです。この待ちは3万は残ってません。馬もない、すでに順から山には残っておりません。藤崎にひょっとしたら馬が出る可能性があります、ね、うん、出る可能性ある。はい、リャンゾーとかか、あれ馬出る可能性ある。あのピンズが両面になった時にリャン馬を切ればテンパになるんですね。 あ、これは 1,2,3 のフリテンになる。フリテンにするかサブローマンですかね。フリテンじゃないかな。親番ですからテンパイは維持させたい。どちらを切るか、スーピンを切りそうですね。スーピンを切る、サブローマン待ち、闇天。清原はここは対応していくでしょう。手を切っていきます。サブローマン待ちの、おっと、これで瀬戸熊がイーシャンテン。6万積もった。これはツモピンクドライチですね、はい、1300オール。いやー、藤崎粘った。藤崎連チャンに成功。逆に痛いのは伊藤か。もう一上がり欲しいですね。そうですね、自分が打つことはもちろん、なんとか清原を沈め、また上回りたいと、少しでも点差を縮めておきたいところです。藤崎は今の手とかやっぱりリーチはなかなかいかないようなイメージがあるんですが、どのあたりからリーチにいかないという判断になるんですかね。今のは納得いかないからじゃないですか。なるほど、理想系とはちょっと違ったと。さあ連チャンに成功した藤崎、こちらです。ドラのメン、ドラメンツが一つできております。瀬戸熊白が重なる。
先は若干重いか。そうですね。瀬戸熊さんはどうするか、瀬戸君。白を、はい、はい。もうちょっと引っ張るんじゃないかな。せめてポンテンぐらいまではと。自分が今有利なのは分かってるところで。はい。これで若干しやすくなるかもしれないですね。あ、キューピンの場に1枚切れてますね。いいそうあんこ。さあ、これで選択だ。ローピン切り。あと、チーピンが統一になった。これでチー統一がいいシャンテンですね。この親は早く落としたいのは清原。三層。ここは何を切るか。いい層を切っていきます。いいシャンテン。いろんな線とかありますからね。リャンピン切ってもいいし。そうですね。ドラメンツもできている藤崎。これは勝負手になるか。伊藤はいいシャンテン。パーソーを切っていく。木原、ここは換算層を嫌ってシャンテンを戻した。リアンシャン戻し、はい、あ、テンパイです。リーチかな、いった。これを積もれば決まり手にはなりますね、うん、まあ瀬戸熊に、ね、まあ、二角しますね、この半ちゃんは。で、清原さん沈めることができます、ね、はい、うん、積もると大きい。おお、積もった。あそこのイーソー切りが良かったのかな。まあ、リャンピン切るかイーソー切るかっていうぐらい、ね、まあそうですね、結局は、はい、あのローピン切りが選択だったんじゃないですか。はい、いやー、藤崎強い。前職サグロマメアみたいな粘り込んでからの4戦オール。そして取って、まあ、さあここで瀬戸熊をまくってトップ目に立つ。そして、清原は減点割れ。トップ目で今10ポイントぐらい詰まって、うん、まだ清原さん、うん、ですね。作品で12ポイントぐらいですかね。22ポイント、はい、おそらくその差10ポイント強。もう一上がりです。はい、清原さんは、まあ、最低でも、あ、うん、まあ、浮いときたいですよね。それ以上失点はできない感じですね。はい、この展望でもいいけど、ドラマスーピン親番の藤崎の手は悪くない。伊藤は苦しくなってきた。そうですね、打点もだんだん必要になってきましたからね。はい、さあ藤崎、ドラのスーピンが両面剣に変化します。瀬戸熊もいいです。そうですね、瀬戸熊さん落としたいんじゃないですか、ね、もう。そうですよね。もう藤崎さんがこう、ね、上昇気配と、うん、めんどくさくなるんで、ここは。伊藤はチートに積もようか。トンを切っていきます。なんかすごい、そうですね、すごい来てますね。サウンドオフィが若干薄いですよね。はい、あ、大丈夫ですね。これもリーチだよね、テンパイした。さあ、イーシャンテンの藤崎、そうですね、サブローピンが薄いですね、うん、もうないのかな、3ピンは。あ、ないですか。差し物の3ピンはないですね。なんか6ピンでもいいもんね。嫌うってことは絶対にないから、はい、サブローソーはもう山ほど残ってますね。6枚ぐらい残ってますでしょうか。ローピン引いたら大きい。瀬戸熊も積もる点に力が入ります。難しい。ちっとい8切れてもあるけど、藤崎9ピンつもぎり。さあ瀬戸熊選択です。いや、あれ切るんですか。振り点だから、あ、リアンウソ振り点ですね。
野良受けのイースーチンピンも残ります。ここは、はい、リャングスを嫌っていく。ローピン、これあともう1枚かな。藤崎の欲しいサブローピン残り、おそらく山には1枚引けるか。瀬戸熊、ここは藤崎の現物の数層を手に残して手を進めます。純ちゃんイシャンテンですか。いや、3ピンがあれじゃないですか。あ、いいピンがあんこですね、ごめんなさい。そうですね、でも嘘はつもぎるんですよね。はい、美咲さん、あ、瀬戸くんもここはじゃあ天敗逃しか。まあいった、仕方ない。美咲さんが闇手にする可能性もあるのかな。ああ、3品もしかしたら。あ、これで四五郎の三色も両天秤。瀬戸くんも天敗できない。イースーチーピンはいいピンがまあないですね。うん、清原も受け気味でしょう。テンパイ、ドラのスーピンを引いてのテンパイ、スチーマン。スチーマン、7がないですよね。7が4枚切れでした。4があと1枚。そうですね、はい。この街も苦しいぞ。スチーマン待ちの瀬戸熊、残りはもう1枚しかない。おっと、清原粘って天敗、老僧短期。この老僧はしかも藤崎の地位天の牌なんですけどね、粘って切りません。老朽層冷やしたのかな、まあ、サブローソ9層。はい、伊藤天敗ですね。地位統一、チートイツ、あーテンパイ、リーチを考えてるのかな。9ピンが場2枚切れてるので、おそらく9ピン切ると思うんですが、9ピン切り、いやー藤崎テンパイできない。そうしないかな。うん、今のこれで甘いですね、チーピンで。はい、今、瀬戸熊が積もぎったチーピン、伊藤が、チートイツの上がり1600と2200。これは瀬戸熊さんそんなに悪くないと思ってくれるんですけどね、はい。さあ、これで4回戦がオーラスになるわけですが、まあ、藤崎としてはこのままとにかく終わらせると、まあ、欲を言ったらキリがないでしょうから、はい、清原の原点復帰がないまま終わりたいと。清原さんがリーチ来たらどう戦うか。ああ、そうですね、見物ですね、そのあたりは。清原九州かな、今日3回目ですね。多いですね、九州九杯となります。今回は特に、特にないですよね。ズバ抜けてという選手はいませんね。うん、藤崎が、まあ、そうですね、このオーラスを終わらせたい藤崎からしたら、リューハーが統一、両面ターツが2つという状況でした。さあ、オーラス1本場を乗せてくな。うん、まあ、清原としては、まあ、今積み棒出たんで1000点上がると今度は減点するわけですが、まあ、1300点上がればよかった清原としては、九州九杯は箸とかで来られるよっぽどよかったですよね。これは清原どうでしょうか。条件が良くなったですよね。はい、注目のハイパーへ、こちら悪い、いや苦しい箸ですね、今度九州を流したら今度はハッシュと、ちょっと苦しいハイパイ。藤崎は悪くないぞ、2メンツ。
あ、伊藤はドラドラ。伊藤が清原を巻くにはハネマンのつま上がり。さあ、瀬戸くんの持ちも伸びていく。相撲伸びてきました ね, ですね。親の上がりがあるのかな。あるかもしれないです。瀬戸熊としてはポイントを稼ぐことに、あの、なんて言うんでしょうか、不満はないん で, そうです、ね、いくらでも叩きに、うんうん、まあ、無理はしないでしょうが、これどうぞ。21万。さあ、ここはどう受ける。はい、面三万を嫌っていく。清原は若干この手配では苦しいですね。九死流して八死ですからね。はい。ああ、いいとこ引いたぞ伊藤。いいシャンテン。ピンピン、あ、つむぎますね。一通に絞ってるこの手配は。切りそうだな、マンズ以外の。何切るの？三蔵。さあ、何を切る？考えます。8万もあるけどね。8万か3万。3ピン。さあ、テンパイだ。これはリーチですね。はい、伊藤ウッパーソーの先生リーチ、ドラ統一。これはみんな納得でいかないような。ああ、なるほど。清原さんが、あ、清原さんでも羽ですもんね。清原は羽マンを積もられると、ラスに落ちますね。テンパイとか欲しいところだけど、あれですよね、九州の続きですもんね。そうですね、まあ、手配は相当苦しいです。瀬戸熊もおそらくはいかないんじゃないでしょうか。もとりあえず入り方によっては瀬戸熊さんも押すのかな。まあ、今四畳半になり得る三層がまあ筋になりましたね。ドラがいい層なんで、そんな簡単な牌でもないですね。あ、ここは抜いていったか。そしてとなると今度は伊藤のウッパー層ですが、1,2,3,4、残り4枚でしょうか。3枚。藤崎もこれはあーっと、どんどんなくなっていく。もうここは全社対応してると言っていいでしょう。またここにも来た。残りもう1枚ですね。あ、なくなった。全部脇に流れた。伊藤のリーチ。これは、しかも早い段階でなくなりましたね、割合。みんなに均等に。はい。ということはおそらく、この4回戦のオーラスは、伊藤の一人テンパイでの流局がかなり濃厚にはなってきました。その差は手詰まったのか。あ、パーピー。さあ、瀬戸熊切る牌が、あ、なさそうですね。9万が筋で1枚切れ。あ、9万切りましたね。うまなんか、ただ印象にもない。瀬戸熊はこれでもまだ切る牌苦しいか。あ、
と藤崎イシャンペンになりました。パーピン筋の2枚切れ、これでもう伊藤のツボなくなりましたね。もう3枚アンパイあるから、はい、さあ、オーラスは伊藤の一人テンパイで流局となります。はい、ということでただいま4回戦が終了しました。4回戦はトップから藤崎、瀬戸熊、清原、伊藤という並びとなりました。残すところ一戦ですね。さらに白熱していくと思います。